ヒスタミン過ン免疫グロブリンは、一食い的減感査療法に用いられる、非下注射剤であり、人免疫グロブリンとヒスタミンが配合されている。薬剤性アレルギーの予防にも有効である。商品名ヒスタグロビン、ヒストグロビン。アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患、気管支喘速下記の患者には近忌とされている。添付文書には重大な副作用として、 ショックが記載されている。ヒスタグロビンは、アレルゲン誘発性の T 細胞依存性、抗酸球心入を抑制する。期間視全息及び、慢性腎マシン患者に、週1回で3回注射すると、ヒスタミン固定脳が240%以上、増加する。また、ひとま小血、単核球での NF、カッパ B 転写を抑制し、イルマイナス 1β、TNF、α、 イルマイナス6、イルマイナス10の放出を抑制する。ヒスタグロビンの成分であるガンマグロブリンやヒスタミンは単独では、このような効果はない。リアレルギーに対する臨床成績は、有効率は48.9%で、規約を上回った。美平の改善効果は見られなかったが、くしゃみ及び美重については優位に改善した。高ヒスタミン剤で、管理できない。 人魔疹については95.7%で改善が見られ、そのうち44.3%で注射5回以内 78.、78.4%で10回以内に効果が見られた。通年性アレルギー性 BM 及び慢性人魔疹について6回の投与でそれぞれ80%及び82.5%の患者で症状が改善したとの報告もある。 1948年にフランスでモルモットでの吸入ヒスタミン誘発性ショック症状が健康ヒト清で全処置すると防がれること及び全速患者血清での全処置では防がれないことが発見された。その後防御因子の本質がガンマグロブリンであること並びにヒスタミンを微量添加することで防御機能が上昇することが発見され、 製材化されて1959年により欧州等で販売された。日本では1967年に輸入承認され、1986に薬効再評価された。2002年に科学及び血清療法研究所が製造承認を継承し、国内での献血からの製材化に切り替えられた。2015年6月、科学及び 血清療法研究所が製造するすべての結晶分割製剤が製造承認書と異なる方法で製造されていることが判明し、全製品の販売が自粛された。ありがとうございます。